久保さん。久保さん。今回はミノタウロスの皿にしましょうか。ミノタウロスの皿。いや、本当にね、何なんですかね。人間様ね。なんでい人間が一番偉いのかっていう、誰が決めたんですかね。まあ人間が決めたんでしょうけど。うん、多分ね、でも地球様から見たら人間が一番最悪の動物なんじゃないですかね。 うん、なんかね、いろんなやっぱね、角度、いろんな視点で僕はやっぱ見れるようになったので、まあ最終的に人間が一番、あの、都合がいい動物なんじゃないかなと思いますね。<laughs> うーん。まあ僕も都合、ね、偉そうに言って都合がいいんですけど、まあ、その、億万長者シリーズで久保さんが前に、分かってないことが分かってるっていうね。 人間は都合がいい動物っていうことを一応分かってます <laughs>。分かってないことを分かっているっていうね。まあ、ここじゃないですかね。哲学思想で言うならば。分かってないことを分かってるっていう。うん。だから、あの、ミノタウロスの皿をね、描いた、これ藤子藤枝さんでしたっけこれやっぱすげえなと思いますね。 うん、ここのこれを描けたっていうのはこれミノタウルスの藤子藤枝じゃなかったですかね違うかあ藤子ですね藤子うんそうあれですよね銀河鉄路39もあれじゃなかったっすけあのあドラえもんでしょ あと、どんな作品使っかドラえもんと、ドラえもんと、あ、銀河鉄道39は違うか。うん、だから、その、ドラえもんもね、あのー、まあ、ああの、僕、すごいと思うんですよね。ああいうの描けるっていうのは。だって、大昔にね、もう未来をもう、だから、なんだろうな。うん、小説、映画、ドラえもんの月面、 月面操作みたいなのもあるな。すげえな。ねえ、かなり昔なのに、これを未来のことを描けてたっていうのが。やっぱ見てる視点がやっぱ違うか、多分ね、見てる視点が違くないと、これ描けないと思うんですよ。絶対ミノ,ミノタウルスの皿なんかは作れないですよ。アニメでこれ。見てる視点違くないと。多分人間様の視点でしか、人間様の視点しかなかったら、絶対無理ですね。 うん、こ,これだって逆、逆なんで、逆じゃないですか、完全に。うん。だからまあ、本当違う視点で見れるっていうことが大事な。違う視点で見れる、違う視点で受け取れるっていうね。だから違う発信ができる、違う受信力、違う発信力がある、違う受信力がある。それが違いをもたらす違いみたいなね。<laughs> これめちゃめちゃ大事だと思うんですよね。うん、いろんな角度で物事を 見てみるとまあそうすると多分行き着く答えは、まあ、結局人間っていうのは都合のいいように解釈してるだけだ,だ,けだなっていう極論,極論に行き着くと思うんですけどね。<laughs> うん、じゃああなたはどういう解釈しますっていう。で、どういう解釈をした方があ自分のより良い人生を想像できるのかっていうことでしかないと思いますよ。うーん。そう。 まあ政治家さんすごいっすね。<laughs> すごい想像力っすね。<laughs> なかなかファンキーっすね、うん。何なんですかね。多分政治家が一番都合がいいんじゃないですかね。政治家さんが。てか政治家さんが一番都合良くないと、まあいろいろあるでしょうね。うん。都合よく生きないと、うん。多分生きづらいでしょうね、政治家っつうのは。うん。まああの人生いろいろです。 うん。いろんなこと勉強してたが、たから勉強すること大事じゃないですかね。うん。だから僕ね、吉田松陰さんの言葉が非常に好きなんですけど、なぜ人は学ぶのかっていう説があるんですね。なんで人学ばないといけないのみたいな。そのなぜなんですよ。なぜ人は学ぶのかっていうね。その思いやりとか優しさっていうのは、人間本来が、人間本来持っているもので、その、 なんかそこに美徳はないと。美徳というかそういう概念はないと。そもそも持ってるものだと。だけど大人になるにつれて忘れると。だから忘れたものを思い出すために私たちは学び続けないといけないみたいなね、解いてるんですよ。僕はね、痺れましたね。吉田商品、やべえな、みたいなねで。吉田商品も発信力が人と違う、違う発信力をしたんですよね。人と違う発信力をしてしまって、 まああの殺されちゃうんですけどうんまあそれは時代のねまあ今だったらまあ殺されることはないですけどね,せね首切りとかないじゃないですか今でね吉田商品はあの僕はそれをまた震えたのがあの首をね切られる時に、まあ、首切りがの人がいるわけなんですけどその首切りの人が、まあ、ビ,ビ,ビビったっつってましたねまあみんな首を,首を切る時にね泣いたりとかね正面ちびったりとか あのするわけですよですうわあみたいなねベラーみたいなとかいろんなパターンがあるんだけど吉田将棋なんつったと思います今日もお疲れ様ですっていうやばないですか今から首切る人に対して今日もお務めお疲れ様ですみたいなどうぞとかか神だなと思いましたね 俺はさすがにそれできるその言葉をね、首を今から自分の首を切る人に対して、今日もお仕事お疲れ様ですみたいな声かけられるかっていうと、マジね、リスペクトですね。すげえなと思いますね。うん、いや、すごいですよ。やっぱ歴史を変えようとしてた人っていうのはすごいなと思いますね。うん。やっぱね、なんか学ぶっていうのは大事ですね。いってらっしゃい。